なんでも。わしの勝ちだな。
捕まったから次は私が鬼。劣化。なぜ刃を翻した？だって誰も怪我してほしくないんだもん。いつも教えているだろう。わしらの一族は請け負う任務によっては相手の命であっても躊躇なく奪わねばならんと。そんなの大昔のことでしょ。おじいちゃんと遊ぶのは楽しいけど、私はパパみたいになりたいの。まだそんなこと。お前はわしの後を継いでいすぎ。勝手に決めないで。怖いおじいちゃんはちょっと嫌い。もういい、今日はここまでだ。じゃあパパのところに行ってくるね。待て、まだ片付けが。片付けが。あ、それと優しいおじいちゃんは大好きだから。やれやれ、ご先祖様に合わせる顔がない。ありがとう、パパ。なんだリッカ、屋根を壊して逃げてきたのか。どうして知ってるの。パパはリッカのことなら何でもお見通しなんだ。おじいちゃんと遊んでたんじゃなかったのか。今日こそは勝つからね。昨日も聞いた気がするな。その前も。いや、チェスを教えてから毎日かな。意地悪言うんだったら今日は鬼ごっこ。パパが立夏にかなうわけないだろ。飼うっていうのとは少し違うかな。え、他の子も見てみるかい。他にもいるの。犬さん。そうだ、かわいい。それともう一体。友達になれそうか。え、すごい。もしかしてパパが作ったの。彼らはアニマルドローン。パパが彼らを作ったのは人間の友達になってほしいからなんだ。友達？楽しい時は一緒に笑って、困っていたら助けてあげる。それが友達だよ。
スターおいマスターなんだ聞いてなかったのか。はじめましてマスター。お話できるの？まあな。といっても学習プログラムのスケジュールは 15% 程度だが。あ、それとマスター、さっきは AMD03 がうざくてすまんな。そういうやつなんだ。AM？ さっきのネズミだよ。そいつは AMD03。 あっちの鳥は01、そして俺は02だ。数字が名前なの？個体識別コードだ。名前なんて俺たちに必要ない。私がつけていい？ああ、やった、みんなにもつけてあげる。おい、聞いてるか俺の話。だから私のこともマスターじゃなくてリッカって呼んでね。わかったよリッカ。でもちょっとお口悪いよね。言語学習で何を教材にするかは彼ら自身に任せているからね。うん、一度履歴を確認してみるか。博士、それはしない約束だろ。そうだったな。どうした？ううん、パパってやっぱりすごいなって。なんだ、やっと気づいたのか。私パパみたいになる。パパが通った大学を卒業してパパに負けない素敵な発明をするの。ありがとう。でもね、パパと同じである必要はないんだよ。リッカは自分だけの道を進めばいい。おじいちゃんも普段は厳しいことを言ってるけど、本当はリッカに自分の生き方を見つけてほしいと思ってるんじゃないかな。自分の生き方？まだ難しかったかな。パパも間違えることはあるからね。パパのお友達？昔のね。おじいちゃんも喜んでくれるかな。予定通りこれから帰るね。結果は秘密っと。パパひどい。娘を信じてないんだ。返事は変わらない。研究所を辞めた5年前からな。君は相変わらずだな。私は随分変わったよ。ローレンも、いや
あれは壊れたが正解かな。今でも君に執着しているよ。私はアニマルドローンを戦場に送るつもりはない。彼らは兵器ではないんだ。戦場？残念だ。君は自分が生み出したものの価値に全く気づいていない。ローレンが嫉妬に狂うほどの才能をみすみす無駄にするのか。帰ってくれ。親友にひどい態度だな、アレン。私がどう変わったかまだ話していなかったね。知りたくもない。嫌でもわかるさ。救急車呼ぶから。妨害されてる。なんで？侵入成功。対象を確認。娘と一緒だ。あなたたちがパパにひどいことしたの？確かに。やったのは俺たちだが、これから起こることはお嬢ちゃん、あんたの責任だ。礼をしないとな。おかげで簡単に入ることができた。私が解除したから。気にすることはないよ。破られるのも時間の問題だった。でも私が。どうします？娘は想定外です。任務に変更はない。確保するのはデータとカプセルの中身だけだ。他は命令通り。逃げろ、リッカ。殺せ。おじいちゃん。くそ、あの出血でまだくたばってなかったのかよ、化け物め。ローレン博士。久しいな、イスルギ。ずっと君に研究成果を見てもらいたかったんだよ。ローレン、まだ娘にそんなことを。やれるか。
誰も逃がすな。システムをシャットダウンしろ。イスルギ家26代目当主イスルギ兵衛、押して参る。パパ、パパ。リッカ、大学はどうだった？合格したよ、パパの母校。パパみたいな研究者になるの。だからパパは知ってたよ、自慢の娘だからな。ごめんな、アニマルドローンの未来を全部背負わせることになってしまって。大好きだよ、リッカ。あいつだった。写真の。リッカ、アレン博士からこれを見せるよう言われている。アレン博士が有事に備えて隠した保管庫だ。おじいちゃんはこれが鬼ごっこだって。でも逃げるのは私じゃない。今度は私が鬼見つけて追い詰めて、イスルギの流儀で必ず復讐を果たす。リッカ、私はもうリッカじゃない。リッカが生きてることは知られてるから。私は過去を捨てて、家を捨てて、名前を捨てる。自分の未来を犠牲にして、少しでもあいつらの情報を集められる場所に身を置く。私の名前は今から。はい、見つかったか。
何ですか？シュガーちゃんは見つかったのかって聞いてんだ。ああ今探してます。ちんたらしてんじゃねえ。いいかこっちは。半年分の家賃が払えるかどうかの瀬戸際なんだよ。それならバークリーさんも手伝ってくださいよ。俺は忙しいんだ。うまいお茶を出してご機嫌を取ったり。こっちはいつまで待たせるんだ。うるさい。依頼がないなら来る。棟梁でいいんだな。あくそ、バークリーさんもう切りますよ。話はまだ終わってない。まったくお前は。それから俺のことは所長と呼べと何度も。見つけた。何？いいか勝手なことはするな。指示はこっちで出すから、お前は言われた通りに。あいつ本当に切りやがった。助手ができて嬉しいくせに。聞こえる？かすみ。ええ、あの男。ああ、グラズヘイム食料品部門の流通担当者ということになっているが、半年前の経歴は兵器開発部門のシステムエンジニアだ。一月監視を続けましたが、食料品関連施設への立ち寄りは一度も確認できませんでした。少なくともこの半年はね。自分の手柄みたいに言いますね、マダラ。僕だって役に立ったでしょ。レストランで見つかって駆除されそうになったことを忘れたのですか？霞が入れないから僕が代わってあげたんだよ。おかげでネズミ。行こっか、シュガーちゃん。リリー、目立ちすぎだ。これなら文句ないでしょ。お待たせ。捕まえたよ。ごめんね、シュガーちゃん。大丈夫？シュガーちゃん捕まえたよ。本当に申し訳ありませんでした。心より謝罪いたしますので。ほら、リリー、お前も。本当に申し訳ありませんでした。いいわ、近頃は町に現れる怪人の噂もあるし。怪人？シュガーちゃんが戻っただけでもよしとしましょう。つきましては。依頼料は振り込ませます。ありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。まったく、何が怪人だ。どっかのバカがもうハロウィン気分か。あった。不用意だな。
真っ暗で何もわかんない。なんかの動物、狐っぽい顔、狼人間、宇宙人、フェイクはもうたくさん。コメントしとこう。どう見ても安っぽい合成、顔もじった。今はごまかせても、いずれ奴らは気づくだろうな。自分たちを追っている存在が。こんばんは。こんばんは。おぼろ、後でね。ま、ただいま。おかえりなさい、リリー。おぼろもおかえり。いい香り。火加減が大事だってこの本に。いつもありがとう、メリッサ。お礼を言うのは私の方だよ。リリーが遅くまで働いて家賃払ってくれてるんだから、同居人としてはその分しっかりと家事でお返ししないとね。猫なんかに壊される方が悪い。擬態機能は繊細なんです。中の配線を狙われたらひとたまりもない。壊れたことないけど。それはあなたの神経がずぶといのでしょう。僕らは動物を模して作られてるけど。うるさい、ちょっと黙ってて。あなたたちと同じ方法で。あんた何なんだ。ネットとか見ないの？噂になってるんだけどな。自分も知らなかったくせに。いいことみたいに言ってるけど、噂の半分は悪口だからね。あなたに聞きたいことがあるんだけど。半年前、アニマルドローンの技術を持ち込んだグラズヘイムの施設はどこ？知らない。知ってても言い合るわけ。やりすぎです、リリー。おいリリー。助けて。だったら質問に答えて。それは。わかった、話す。ディエリアの施設だ。本当？信じてくれ。助けて。ついでにもう一つ答えて。半年前の襲撃にあなたも関わってた。襲撃？俺はただの技術者だ。データの管理を任されていただけで、手どころも聞かされていない。そう。普通のビル、本当にここ？もっと離れて。周囲の監視カメラが全部施設の中に繋がってる。そこのお前、何をしている？ダメです、ごまかして。あの私、探偵の助手をしていまして。探偵？何を取っていた？産業スパイか？違います、ここにはその浮気調査で。いいからカバンの中を見せろ。
となしくしろ。ダメだよリリー。おい、やめて。ねえちょっと触らないで。いい加減に。どうしたの。いえ、この不審者が。不審者じゃない、探偵。今連行するところです。博士に伝えていただけますか。待って。彼女は私の知人よ。仕事を依頼したくて呼んだの。え、ですがこいつはさっき浮気の。解放してもらえる。ありがとう、助けてくれて。いえ、あなたは。ミア。ありがとうミア。私は。待ってミア。あなた探偵なんでしょ。私の依頼本当に受けてくれる。ごめん、実はまだ見習いの助手なんだ。チェス好きなの。最初に言っておくけど弱いからね。 F3 ビショップを C4 ナイトを A3。 パパがねいつも手加減してくれないの。チェスは小さい頃パパに教わったんだ。私も父さんに。もう昔のことだけど。いただき。ほらあなたの番。D4 ナイトを H3 G4。 5連敗か。ごめんなさい、こんなに差がつくなんて。弱いって言ったのに手加減なしだもんな。受けすぎなんですけど。ごめんなさい、そろそろ行かなくちゃ。ねえミア、またやろうね。腕を鍛えて絶対リベンジしてやる。ここにはもう来ない方がいいわ。久しぶりに楽しかったわ。ありがとう探偵さん。遅くなるから晩ご飯はいらない。買いすぎちゃった。それだけはもう嫌。どうしたんだいミア、そんなわがままを言って父さんを困らせて。それをつけると私じゃなくなるから。そんなことはない。ミアはいつだって父さんの愛しい娘だよ。父さんの研究を会社に認めさせるにはミアの協力が必要なんだ。父さんがイスルギより優れていることをブラッドに示さなければ。そのためにもっとデータが必要なんだ。ミアには他の人間にはない持って生まれた素質があるんだ。測ってくれるね。これで最後にしてくれるなら。もちろんだとも。ミア。
解除できそう。場所が分かってるから大丈夫。お礼は後でいいですよ。言うつもりないけど。ここで間違いないんだな。そう、盗まれたパパの研究データを奴らから奪い返す。いいのか、ここから先は本当に戻れないぞ。戻る場所なんてもうないでしょ。何が全ての人に明るい我が家だ。こいつは広告のどこに載せるつもりなんだ。パパの研究がこんなことに。怖そう、少しかわいそうだけど。でもどうやって上に戻ろう。え、天井を落として埋める。なぜお前の研究は認められ、私の素晴らしい研究は排斥されるのだろうな。望まれたにもかかわらず、グラズヘイムを去ったお前と、疎まれながらも研究のためにしがみついた私、私とお前何が違う。父さん、取り乱してしまったね。でももういいか。
イスルギア、もう死んだんだった。実に残念だよ。お前がパパのことを言うな。ダメだリリー、お願いやめて。イスルギの娘を殺せ。でもどけ。の研究を取り戻すことも襲撃の証拠を集めることも喜んで協力する。だがリリーには人殺しになってほしくない。マスターの命令が聞けないの。あんたはマスターじゃない。俺たちは友達だったんじゃないのか。思い出せリッカ。いいぞいいぞミア。どうしてクリアラを使わないって。いい機会なんだ。イスルギの研究と私の研究、どちらが優れているかをはっきりと証明するな。マダラ、無事？はい、マダラも気絶していますが、拾っておきました。カスミ、お願いがあるんだけど。何でしょう？逃げたローレンを探し出して。わかりました。アレン博士はそんなことを望まない。そんなの、もう誰にもわからない。パパは殺されたんだから。確かに博士は死んだ。でもな、それでアレンの残した言葉までなくなってしまったわけではないだろう。どうしてこんなことをしたんだ。わざとじゃないの。喧嘩になっちゃって。喧嘩の原因は？おぼろに宿題を手伝ってもらおうと思ったら自分でやれって。おぼろが正しいな。でもアニマルドローンは人間のためにパパが作ったんでしょ。それは違う。人間のためだけの存在なら人工知能、心は必要なくなる。心が大事なのは彼ら自身にも実感してほしいからなんだ。そばにいる誰かを笑顔にすることが彼ら自身にとっても幸せであると。一方通行ではダメなんだ。お互いが思い合ってこその友達だからね。パパの言いたいことわかるかい？うん。
だったら次に何をすればいいかもわかるね。ごめんなさい。お揃いだな。俺も悪かった。そうだ、リッカ。必要なのは許すことだよ。よく頑張ったね。しておいたよ。ごめん、メリッサ、相談もせずに連れてきて。連絡ならもらったよ。朝帰りとは思わなかったけど。爆発の原因は不明で、グラズヘイム社の発表によると死者は出ていないとのことです。何があったのかは聞かない方がいいんだよね。私の同居人は探偵さんだもん。秘密もあるよね。ありがとう。あと帰ってくるまでお願いしていい？え、お仕事行くつもり？ダメだよ、休まないと。バークリーさんがうるさいから。それに事務所で寝るから平気。そうなんだ。いいよ、わかった。家のことは任せて。爆発はニュースになっていたが、真相は闇に葬られるだろうな。ローレンの行方は霞とマダラで探しているが、まだ分かっていない。メンテナンスがあるから一度戻るそうだ。ローレンを見つけて何になるのかな。どういう意味だ。ミアを殺せなかったのに。その判断は間違っていない。私はパパの娘だけど、おじいちゃんの孫でもあるの。あの首輪が作動した時、明らかにミアの脳波が異常だった。だからミアは正気ではなかった。もしかしたらあの日も。だからそんなこと言われなくても分かってる。分かってるけど、でも。すまんな、気に障ったか。メリッサのことは心配するな。俺がついている。ごめんなさい、おじいちゃん。四角、波、十字、丸、最後はお星様。すごいな、ミア。どうした？みんな私が嘘つきだって言うの。インチキしてるって。あ、よし、だったら父さんが証明してみせよう。ミアの才能は本物だって科学的に実証するんだ。父さん。どうしたんだい？父さんは私のこと。ああ、大好きだよ。今までもこれからもずっと。父さん！ごめんなさい、ごめんなさい。え？あの交換しようと思って。ここはリリーの部屋だよ。リリー？こんな
神の子。あなたは？私はメリッサ、リリーの同居人です。はじめまして。冷たい。あ、ごめんね、冷え性なんだ。その代わり あっち、もう少しだけ待ってて。あったかいご飯ができるから。手伝いましょうか？大丈夫、お客さんなんて初めてだから。ちょっとだけ張り切りすぎ。うわー、煙。ちょっとだけ。大丈夫？救急箱ある？リリーが降りてきたら始めるから、ちょっと待っててね。あ、それ私のなんだけど、サイズ間違って買っちゃって。ほら座って。いい匂い。どうして連れてきたの？めんどくさいこと聞かないで。不満なら今すぐ出てってくれてもいいんだけど。できれば食べてほしいな、なんて。お友達なんですよね？いいえ。とにかく食べましょう。そうしましょう。いただきます。いただきます。おいしい。まだ何か？助けてもらったお礼を言ってなかったから。助けたんじゃない、殺せなかっただけ。私が臆病で弱くて、ごめんなさい。だから謝らないで。あなたは関係ない。私がおじいちゃんに顔向けできないような何もできない子供だって思い知らされただけだから。私をかばってくれた時、私が探偵なら何を依頼しようとしたの？父さんを止めてほしかっただけ。でもやっと気づいたの。それは誰かにお願いすることじゃないって。父さん。ミヤか。うん。ミヤ、ミヤ、無事だったか。よかった。ミヤがいないと父さんは。
聞いて、二人で警察に行こう。そこで半年前のことを全部正直に話すの。父さん、ミア、今誰とどこにいるんだい？え？いや、そうだな、ミアの言う通りだ。過去は清算しなければ。もうミアを悲しませたりはしないよ。研究も諦めよう。迎えに行くから、その場所を教えてくれるかい？ああ、迎えに行くよ、ミア。イスルギからミアを奪い返せ。何？外だ。おはよう。泣き言言うのは後、今は手を貸して。
リカ。猫でも知ってる。あなたの手を借りるのはこれっきりだから。リリリリー、ミア、おぼろ。どうだいミア、やはり私の研究は間違ってはいなかったようだね。約束したのに。何がアニマルドローンだ、何がイスルギだ。あの男は見誤った。どきなさいミア、父さんの方が優れているということを今こそ実証しなければ。もうやめて。もう一度言うよ、どきなさい。父さんは私のこと。もちろん大切だよ。唯一の成功例だからね。ああそういえばもう唯一じゃなかったね。私が実験を手伝ったりしなければ、学校でいじめられても笑い飛ばせるくらい強かったら。いつ話せばいい。もう録画してます。一家に笑われてしまいますよ。何リッカ、まずは16歳の誕生日を迎えたこと心から。硬いですお父さん。お前にお父さんと言われる筋合いは、まあいい。リッカ、イスルギ家では代々16歳を迎えると家督を継ぐことになっている。だがそれはリッカ、お前に委ねよう。イスルギ家は常に闇の世界に身を置き、使命を果たすためなら殺すこともやむなしとしてきた。
強さゆえではない、むしろその逆。わしも含め皆が臆病だったからだ。心が弱かったから、殺すことで全てを終わらせるしかなかった。だがディッカ、お前にはわしらにはなかった迷い、悩み、変化を受け入れるという勇気がある。お前の優しさは甘さではない、紛れもない強さだ。私の強さ、わしとしてはこれを着てイスルギ家を継いでほしいが、心根の優しいお前にはもっとふさわしい道があるのかもな。大丈夫ですよ、立夏ならイスルギ家を継いでも自分の信じた正しいと思える道を進める、そんな存在になることができますよ、お父さん。ふん、わしの孫だからな。これはアレンのやつと一緒に用意したものだ。たとえ今着ることはなくても、いつかお前の助けになるだろう。おじいちゃん、パパ。リッカ、誕生日おめでとう。おめでとう。
お願い。こんな私をまだ父さんと呼んでくれるのか。すまない、ミア。本当に。すまない、すまない。父さんの役に立ってくれって。娘を守るのが父親なんじゃないの？壊せ、壊せ、イスルギの残したもの、すべて。ミア！壊さないと。イスルギの残したもの。全て。ミア、近づけ、ミア、ミア。壊さないと。壊さないと。全部壊れて。私はミアを、友達を助けたい。だからみんな、お願い、力を貸して。そんなのお願いすることじゃないよ。俺たちは最初からそのつもりだ。こっちは心配するな。行きましょう、リッカ。ありがとう。
先ほど一部エリアで被害を起こした車両はグラズヘイムが開発を行っている昨季の模造品であることが判明いたしました。ブラッドシティ警察との迅速な連携により犯人はすでに判明しております。以前は弊社の開発部門に席を置いていた男で精神性の疾患が認められたため自宅にて療養中でした。いいんですか、バークリーさん。ここの家賃が払えるのはお前の手柄だからな。あと俺のことはいいか。痛ましいことに今回の事件によって建物を中心に多数の被害が出ており。ちょっとよろしいですか。辞めた人間が起こした事件で責任はないとおっしゃるんですか。グラズヘイムが町の発展に貢献していることは理解しますが、さすがに。ここからは私が代わろう。ブラッド社長が公の場に。新米なものでお手柔らかに。まずはどうぞご安心ください。グラズヘイムは破損した全ての建物及び搬送された被害者の方全員に対して必要な全ての費用を無条件で負担します。私が社長に就任し、グラズヘイムもこの町も大きく変わりました。変化に戸惑っている方も少なくないでしょう。ですがそれは全て名前と共に生まれ変わったこの町ブラッドシティで暮らす皆様の幸福のためには必要な改革なのです。これからもグラズヘイムと私ブラッド・イングラムが永遠の繁栄をお約束いたします。AMD00、 半年間監視を続けてやっと現れたか。ローレンは無駄になったが成果はあまりある。アレンの娘にも感謝しないとな。行きましょう、リリー。いえ。